瞬間をショップチャンネル。午後3時となりました。午後のティータイムのひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、キャストの斉藤です。ここからの10分間はお茶行こうと題しまして、番組の紹介はせずにお客様と、そして私たちショップチャンネルがより親しくなるための10分間とさせていただいています。そして皆様とのコミュニケーションツールとしまして、投稿を募集しております。今週はですね、毎週テーマがあるんですが、今週のテーマはこちらです。ヤスリン様から投稿いただきました、学生時代の部活の思い出を教えてくださいということでね、もう冒頭から私はテニス部でして、こうスタッフの方の手作りでなんですが、そう、私はテニス部でした、今もテニスをしていますということで、結構ね、部活してたことがライフワークになったりしてよかったななんて思っているんですが、投稿テーマをですね、投稿いただきまして、そちらをご紹介させていただいた方にはこちら特別な金のステッカーをプレゼントしております。そして、投稿テーマ以外のキャストのことだったり、ショップチャンネルのこと、番組のことなどもですね、こちらのお茶の上にあります、こちらの QR コードからお待ちしています。そして、採用させていただいた方にはこちらです、ランダムにはなりますが、番組特製のお茶一行ステッカーをプレゼントさせていただいています。番組終了後でも番組中でももちろん受け付けていますので、今週まだ火曜日ですからね、この後も皆様からの学生時代の部活の思い出、どんどんお待ちしています。では早速本日もいただきました投稿をご紹介してまいります。まずはこちら、ブーちゃんの母様です。ありがとうございます。学生時代の部活、科学部でした。名前だけの部で、放課後に友達と集まっておしゃべりをする部でした。学園祭の前の時だけは、ヒイラギの両脈を作り頑張りました。とにかく楽しかった、懐かしい思い出です。いいですね。やっぱり学生時代で覚えてるのって、その部活中のこともそうなんですが、やっぱこの帰り道ね、みんなでちょっとなんかおやつでも買って食べながら歩いてとかね、そうそう、肉まんとか冬ねっていう思い出っていうのがやっぱりもう男女問わず心に残っていますし、結構ね、部活動で一緒だった友達って、私もそうなんですが、結構大人になってからもね、年に1回集まったりとかっていうことで、すごくいいですよね。さあ、でもぐーちゃん様のこちら科学部、一体どっちだったんでしょうね。ありがとうございました。さあ、では続いてです。続いてはリリママ様からです。ありがとうございます。高校時代、誘われるままにかっこいいクラシックギター部に入りました。練習しましたが、私には難しくて結局弾けないままでした。半世紀過ぎて懐かしい思い出です。クラシックギター部ってちょっと渋いですよね。素敵。なるほどね。もうスタッフからするとクラシックギターは楽器の中でもかなり難しいと、果敢に挑戦をされたそうで、こうね、私は体育会系だったんですが、文化部の吹奏楽部とかいいですよね。こう大人になっても実はサックスが吹けますとか、実はピアノが弾けますとか、クラリネット吹けますって、すごいかっこいいなって思いますしね。大人になって習うと結構ね、教室通うのも大変だったりするんですが、リンゲ様は弾けなかった、でもね、いい思い出ですよね。またね、大人になってからちょっと再度挑戦いかがですか、クラシックギター。本当にありがとうございます。素敵ですね。さあ、それでは続いてです。続いてはバロン3号様です。部活はバトン部でした。文化祭では舞台で緊張しながら踊りました。いい思い出です。やっぱりこう女子にとってバトン部って花形ですよね。私も最初なんかこうね、部活紹介みたいなので、やっぱバトン部かわいいなって思って見てたんですが、ちょっと自分のキャラクターじゃなかったので、なんとなくなんかこうキラキラっとしたなんかかわいいね、こうポニーテールの女の子たちがいっぱいいるっていう感じですし、やっぱね、文化祭でもやっぱバトン部花形ですし、いいね、緊張しながら踊った、いい思い出です。素敵ですね。お写真なんかあったらぜひ送ってください。お待ちしています。ありがとうございました。ではどんどんいきます。ちょっと長いですね。千代子様です。ありがとうございます。強豪校のバレーボール部に所属するため、親元から離れ大分の高校に行きました。
部員全員が全国津々浦々から集まっていて、先生の自宅に下宿をし、毎日練習、合宿、試合の連続でした。今の世の中では考えられないほど厳しい日々でした。先生は亡くなってしまいましたが、技術だけでなく自分で考える力や人と人とのつながりなど、人間として生きる上で大切なことをたくさん教えてもらいました。この時の経験は今でも自分の誇りです。素晴らしい。もう学生時代の部活の枠を超えてますよね。すごい。バレーボール部の強豪校、お母さんの、ね、お父さんの元から離れて、しかも先生の自宅に下宿っていうのがすごいですよね。いやでも本当にやっぱり思春期の時をどう過ごすかっていうことで、その後の人生のなんかこう考え方とか道筋とか軸になるものってかなり決まってきますから、いや素晴らしい。先生のところで、でもね、今も毎日練習合宿、人生で多分一番頑張られる時がこの時だったかもしれませんよね、千代子様。素晴らしいです。ね、でもお父様お母様も心配でしたよね、親元から離れてということで。素晴らしいです。千代子様ありがとうございました。もう皆さん緩めの部活からがっつりの部活までいろいろ送ってくださって嬉しいです。ありがとうございます。では続いてです。これは何て読むでしょう。 HKNN 様で合ってますかね。もし違ったら教えてください。中学時代バスケ部に入りました。試合の時は500ミリの、あ懐かしいですね、500ミリの紙パックの飲み物を凍らせて持っていき、試合後にはちょうどよく溶けて美味しかった。悪い思い出は持久走の練習で、終わった後はきつすぎて一人隠れて戻していました。大変。ありがとうございます。紙パックのドリンク懐かしいですよね。私もよくなんかピーチティーとか、なんかね、麦茶とか、こうね、ちょっとペットボトルお安かったりするんで、それ凍らせて持ってくる。すごいリアルです。そうね、私もテニス部ですなんて言ってましたが、本当に中学1、2年の時って、もう玉拾いのプロフェッショナルくらいに、本当に低学年の時って、なんかね、ジャージも長袖着なきゃいけないしとか、ずっと玉拾いしてたので、私も玉拾いだけは今でも、試合なんかでもすごい上手にできるんですが、そうね、やっぱりこの上下関係を知るっていうのは部活の醍醐味ですし、ね、大変でしたけども、今もいい思い出ですよね、なんでも。ありがとうございます。では、続いてです。今ね、そういえばバスケすごく人気ありますよね。あ、やはり続いても。モン吉様です。中学時代にバスケットをやっていましたが、風が全く通らない灼熱地獄の夏の体育館は本当に辛かったです。しかも今の現代スポーツでは通用しなかった時代、部活中の水分補給は一切ダメでした。それでも卒業するまで辛くても頑張った部活生活は今でも糧になっていると思っています。いや、まあ、やっぱりね、昭和生まれの私たちとしますとね、え体育館、今の体育館って冷暖房完備なんですよ。すごいですよね。山内様もでもよく耐え抜いて、いい思い出だと思います。ありがとうございました。さあ、ということで今週もですね、たくさんの皆様からの学生時代の部活の思い出教えていただきました。ありがとうございます。そしてですね、まだまだこの投稿お待ちしていますので、ぜひ今週ね、あとこの後は、明日は朝の時間に素敵な素敵な近藤キャストを担当で登場します。そして木曜日は朝方になりました木村キャスト、佐々木キャストへと続いてまいりますので、ぜひ日替わりキャスト担当します。この後も皆様からの投稿お待ちしています。さあ、それではこの後午後3時番組ご紹介してまいりますが、お帰りなさいませということで、先日四国中継楽しかったですよね。そんな四国からことこれをタコキャストがお届けします。ということで、お届けします。ゲストさんは元サッカー部キーパーでした青木さん、そして茶道部の加古さんの文化系のお二人、サッカー部でお届けします。お見逃しなく。毎日毎日が夢のようで、遊び放題食事、やっぱりダイヤモンドプリンセスいいな、外国に来た気分です。同じくです。日本生まれのダイヤモンドプリンセスだからこそ